さんこんにちは。ようこそサワラの秋の大祭にお越しいただきました。ちょっと雨模様で肌寒いお天気ですが、これからサワラ囃子下座の演奏を行います。そして商用会の皆様方の手踊りもあります。申し遅れましたけれど、演奏するのは私たち花咲林連と申します。成田市から参りました。寒さを吹き飛ばすように元気に力いっぱい演奏いたしますので、どうぞお聴きください。手踊りを披露しますのは商用会の皆様です。代表の花柳智彦は6歳の6月6日に本舞踊を始め、昭和46年花柳流の踊り、昭和48年師範となり、昭和50年花柳智彦舞踊教室を開校し、平成24年商用会を立ち上げました。年に2回開催されるサワラの開催の時には、サワラ囃子に合わせた手踊りを披露する際の指導や、さまざまなイベントなどでサワラの伝統文化の振興に努めているほか、積極的にサワラの PR 活動を行っております。それでは花咲林連の皆様、商用会の皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
皆様、商用会の皆様、ありがとうございました。どうぞ皆様、今一度盛大に。